早く言ってよ。座っているとほとんど違いがない2人。ところが立ち上がると、あれこんなでかかった？あれ背高いんだ。身長が全く違う、まあね、もちろん何かに乗っているわけではない。スタッフは身長161センチ、座高85センチ、うんうんうん、これは日本人女性の平均的な値であり、特別座高が高いわけでもない。だが背筋をしっかり伸ばして座った2人、座高にほとんど差はない。でも立ってみると、頭一つ分以上違う。身長161センチのスタッフに対し、キャロラインさんは186センチ。ちょっと待って、座高が変わらないにもかかわらず身長は25センチも違うのだ。この差が生まれる秘密、それは、私は身長に比べて足が長いの。かっこいいじゃん。かっこいいよ。そう、彼女は足が長すぎる女だったのだ。もうすでに長い感じがする。長い感じが、かっこいい。ということでね、もう早速キャロラインさんの美脚をご覧いただきたいのですが、はい、こんなものをご用意しました、はい。さあ、こちらのボックスの中に丸山さんと日村さん、そしてキャロラインさんに入っていただいて、足の長さがどのくらい違うのかちょっと比較させていただきたいなと思います。はい、後ろから皆さん靴を脱いで、はい、70% が足なんでしょ。そうなんです。日村さんも 70% 変えるな。もう変えるだよ、それは。ほぼ変えるだよ。それではまず25センチ、ここはね。いやいや、そこさすがに、さすがに、さすがに、こんなとこバンバンめぐってくるんじゃない。早くも25ぐらい。ではお願いします。まあね、あ、まあ皆さん、まあまあ、くらいの。では続いて50センチに参りましょう。50、お願いします。大丈夫ですよ。まだね、50引いた。日村さん次75センチ。 やばい、日村さんもう次顔が出てきちゃう。これ何なんだよ。じゃあ今出てるこいつ何なんだよ。そこで顔が出ちゃう。ではお願いします。おあ、あ、ちょっと日村さん、ちょっと、これね、ここのまだもうズボンの今これちょうど股のとこなんですよ。今ちょうど股なんですよ。ではここからは10センチずつ見ていきたいと思います。85センチになりますね。はい、お願いします。よかった、日村さん出しちゃってたらどうしようかな。もう10センチていうかさ、長い、もうまだまだ、キャロラインさん長い。しかも細い、綺麗だし、棒みたいですよね。綺麗、さあ次も10センチいってみましょう、うん、これで95センチになります。それではお願いします。まだ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 、長い。もう2人へそいってる。もう行ってます。これ結構ギリギリですね。これもう上半身、そうだね、俺終わったね。私ここが骨盤です。では今度はもうこれ、はい、5センチずつ行ってみましょう。ここでちょうど100センチ、1メートルになります。それではお願いします。ようやく、やっとちょっと長い。ショートパンツがようやくズボンが見えてきましたが、まだ股下は見えてないんです。見えてないですね。股下がまだ、本当だ、ない。日村さんと丸山さんがなんか晒し物みたいな。ねえ、恥ずかしい。恥ずかしい。やっとズボンが見えました。ではもう5センチいってみましょう。これで105センチになります。それではお願いします。
こで股下？股下そこなの？股下そこ？俺のちょうどそうだ、へそここだから、そこと股下だいたい一緒ぐらい？本当だよ。ね。本当ですね。続いて15センチ。行ってみます。お願いします。これまだまだギネスで認められているところまでは見えてないんですね。まだまださらに高いんです。ということでお待たせしました、はい、キャロラインさんの全身をご覧いただきたいと思います。それではお願いします。測ってみたいと思います。測ってすごい。で、これちなみにあのギネスだとどこから測定する、かかとから形になるか、地面からちょうどこの辺り、骨盤の上のところになります。1.5 ぐらいですね。ちなみに股下は何センチですか？股下ですか？待ってくださいね。股下でどこら辺ですか？そうなんだ。1メートル1。ちなみにキャロラインさんの身長は186センチですので、体のほぼ 70% が足なんですね。ほぼ一緒な。ベストサイズみたいな。ほぼ変わん。いやでもおかしいよねそんなの。それでは。身長差いくつ？丸山さんの身長。私 161.2 です。だから雑魚センチ。25センチ。もっとある気がしちゃうね、差が。なのに雑魚はもう一緒だね。ここついたままつくんだ。刺さってはないですよ。刺さってはない、ここの。ここに刺さってはない。もうつくんだ。いや、すげえ。こんなことやったってと思ったけど驚いちゃった。一番大きかったですよこれ。キャロラインさんもう一度。本当カルカルいくんだよね。もう一回見して。もう一回ちょっとこれだよ。ベタ足だったね。そうなんだ。ベタ足なんだね、もう。つま先立ちでも何でもないんですよ。それサブキャラ、サッポロ。すごい。